こんにちは。こんにちは。夫婦です。よろしくお願いします。お願いします。今日ご紹介するのはこちらのチェックドレススーでございます。はい、夫婦の中では珍しく大きいリボン、アシンメトリーなデザイン、このパープルのチェック、ランダム感のある配置、もうあまりやったことのないテイストだと思うんですけども、ご好評いただいて、人気商品ですね。になったと。まあジャンスカなのかな、一応カテゴリーはね、ノースリーブでね。こういうところにギャザー入ってるのもすごい珍しいですね、はい、で生地感はどんな感じでしょうか。生地感は、ポリエステルと綿の TC っていうやつですね、はい、なので、まあ、ポリと綿のいいとこ取りっていうイメージですよ、うん、ポリのようにシワになりにくくケアもできるけど、あの化繊すぎない、コットン見えする素材になっておりますので、はい、意外とシワになってもこうやってパンパンってしてた、あの張り感はシャツワンピースよりはちょっと厚いくらい、そうですね、通年使えそうな、あの生地ですね。あんまり透け感とかもないので、一応これ1枚で、1枚でというか、まあ脇が空いてるのでインナーは何か着てもらった方がいいと思うんですけど、あのペチコート必須とかの透け感があるような生地ではないです。はい、はい、で着脱の方法はどうなっておりますか。着脱の方法はかぶり、かぶり着ですね。後ろも何もない、はい、空きがないので、まあ、前がここがね、はい、空いてるので、これリボンって取れないね。取れないリボン、はい、取れないリボンですね。これどう着て、普通にリボンにするしかない。私はリボンにして着る方が多いんですけど、そう長いから、でもそれこそ首長いゆえに首にぐるぐるって後ろ巻いたりとかもできるし、はい、まああんま長さ気にならなければそんなこのまま中ハイネックとか着てて垂らしてても可愛いね。可愛いです、はい、こちら S と M の2サイズになっておりまして、 S サイズで着丈が110センチ、 M サイズで120センチ、でこちら、ノースリーブになっておりますので袖丈等はなく、肩幅が S サイズで48センチ、 M サイズで51センチで、バストが S サイズで118センチ、 M サイズで125センチです。すごいですね。ゆったりしてるね、意外と、だって着丈よりも長いってことですよね。ここが広いって、ここぐるりが、そうですね、すごい、すごいだそうです。はい、エリさんもお持ちだそうで、はい、これちょっと感想とともにいい感じに締めていただきましょう。 私はこれ S サイズを持ってるんですけど、160センチで、基本ワンピースをワンピース単体として着ることがあまり多くないので、私の場合は S サイズでなんかいろいろ合わせたいなと思って持ってます。パンツ合わせたりする、パンツ合わせたり、そうですね、私の場合はパンツ合わせが多いですね。それこそ今ちょっと寒い時期とかだったらロンティー、白いロンティー入れて、なんか、まあ、デニムとかなのか、まあ、チャイも合うと思いますし、なんかちょっとこのギャザーに寄せてフリルのパンツとかを合わせたいなっていう感じです。冬もニット着て、あと私の個人的なおすすめはそれこそ中にタートルネック着て、上にバサッと大きめなニット着て、このリボンだけ外に出す。ありえそう、ありえそうですね。ありえそうです、はい、あとここポケットが片方しかないんですけど、このポケット結構広くて、ティッシュとかタオルとか入れても、なんだろう、ここがふわふわしてるんで、ここに物入れてもあんまりその広がりが目立たない。そう、目立たないんで、そもそも非対称だから。そうです、そうです。なるほど、おすすめです。はい、めちゃめちゃ私はこれ好きです。ありがとうございます。ということで着用感も見ていてください。ありがとうございました。はい、チェックドレススーでございます。こちらは、まあ、お気に入りだと思うんですけど、いかがでしょうか。生地もこのデザインもすごい夫婦では珍しい感じ のアイテムなので、なんか新しいですよね、なんか新鮮な気持ちです、でなんかパッと見わかんないんですけど、よく見ると片側はフレアで片側はティアードなので、結構生地の分量はすごいんですけど、そんなにこうブワッと広がることなく落ち感が出て、そんなにこう
大きく見えないシルエットかなと思います、うんうん、で夏も冬も、はい、あのインナーがアームホールが深いのでタートルネックとかニットとかも全然着れるので、あの通年着れるワンピースかなと思います、うんうん、まあ、分量すごいので中プチコート履いていただいた方が足さばきはいいので、うん、それがおすすめですかね。はい、言い残すことないですか？なんか素材感はシワは多分気にならないと思います。河川なのか、そういえば、ね、はい、パンクなねドレスですね、はい、というチェックドレス数のご紹介でした。ありがとうございました。